巨人の敗北、大城のせいにされる。大城4勝7敗0分け40失点最大失点7本日更新、小林5勝1敗2分け5失点最大失点2、岸田2勝2敗1分け8失点最大失点3、久々にスタメンで出たら7失点の大城。大城打点2小林打点2。城島の時も言われたみたいだけど、捕手別の投手成績出されると厳しいよな。打てないバントできない打たれるそりゃ干されるわ。大城の失点ではない。ど真ん中にスライダー投げる方が悪くない？打ててればいいけどダメなんだよね、使う理由がないわ。実際どうなんやろ？大城の方が守備エイド時もあったんやろ？なんでか大城の時失点しとるよな。全球スライダーは擁護しようがないで。高梨がシュート系の球持ってないのが悪い。リードは結果論言うやついるが6球全部同じ球投げさせたらそりゃ打たれる、負けたのが大城のせいとまで言う、花井が満塁ホームラン打たれたのは大城のせい。